ビスフェノール A。ビスフェノール A は化学式 C の有機化合物である。白色の個体であり、有機オーバーに溶けるが水には溶けにくい。一般には粉体であり、粉塵爆発を起こすことがあるため扱いに関して注意が必要。2つのフェノール部を持っており、ポリカーボネートやエポキシ樹脂をはじめ、様々なプラスチックの合成に使われている。 ビスフェノール A は2等量のフェノールと1等量のアセトンの反応によって合成される。この反応は酸によって触媒されるが、触媒として塩酸のような無機酸やスルホン酸型の非イオン、交換樹脂、スレンジビニルベンゼントも重合体を硫酸などで、スルホン化したもののような固体酸が使われる。さらに、反応速度や選択性の向上のために、チオールのような岩硫気化合物を触媒に、 共存させること一般に行われている。一般に、フェノールは大過剰にして、反応を行う。合成された大過剰のフェノールを含む反応液を冷却すると、ビスフェノール A、フェノールイコール1、1の付加物結晶、アダクトが得られるので、これを分離、洗浄した後、結晶を加熱、溶融し、フェノールを上流などで除去すると、高純度のビスフェノール A が得られる。 工業的にはこれを1から2ミリメートル程度の球状に粒子化、プリルして製品化している。多くのケトンは同様な縮合反応を起こす。この合成法では副産物が水しか生成しないため効率的である。2008年度日本国内生産量は533,842トン、消費量は58,330トンである。1891年に ロシアの科学者、アレクサンドルディアニンによって初めて合成された。1930年代には合成エストロゲン、女性ホルモンの一つとして研究されていたが、当時ジエチルスチルベストロールがエストロゲンとして強い活性を持つことが明らかにされたため、ビスフェノール A が合成エストロゲンとして使われることはなかった。現在では、ポリカーボネート製のプラスチックを製造する際の モノマーやエポキシ樹脂の原料として利用されている。抗酸化剤、あるいは重合金資剤として、ポリ塩化ビニルの仮素剤に添加される。ポリカーボネートの用途は、サングラスや CD から、水、食品の容器まで多くの日用品にわたり、壊れにくいため哺乳瓶にも使われている。しか治療用の歯の詰め物や、缶詰の内側を被覆するエポキシ樹脂の中にも含まれている。 他に、寒熱紙の兼食剤、ロイコ色素、無色の色素旋具体と反応して発色させる物質としても用いられた。ポリカーボネートやエポキシ樹脂のようなビスフェノール A を原料とする種類の合成樹脂では、洗剤で洗浄した場合や酸、高温の液体に接触させた場合に、ビスフェノール A 成分が溶け出すことが知れている。アメリカ合衆国での調査では、人から、 かなりの確率で検出された。特に話題に上りものの一つにトマト缶がある。缶の内側にエポキシ塗装が施されており、トマトの酸性度が高いので溶質が認められるとされた。1996年、奪われし、未来、アワーストランフューチャーをきっかけに調査が始まり、日本の生缶業界では自主的なガイドラインを設定。 厚生労働省の呼びかけとともに、日本政教連も対策を行っている。厚生労働省食品安全部基準審査課は、ホームページにビスフェノール A についての Q&A を掲載し、特に乳幼児と妊婦に対して注意を呼びかけられている。生協による日本国外製品の検査結果は次の通りである。ビスフェノール A を摂取すると、エストロゲン受容体が 活性化されて、エストロゲン自体に類似した生理作用を表す。1930年代に卵巣を除去したマウスにこの物質を投与する実験が行われ、作用が初めて証明された。ビスフェノール A が従来の無作用量より、はるかに低濃度でのみ毒性を有するという低容量仮説が提唱された。これは従来の薬理学とは全く矛盾する内容であった。 ため、大きな議論となった。ホムサールとヒューズの論文によると、合成樹脂の製造業者らが行った検証では、エストロゲン様作用が認められなかったのに対し、他機関の研究では104例中の約9割で蒸気の症状が出るという結果となった。これを、ホムサールらは、製造業者らが都合の良い試験結果のみを採用したためであると、主張した。 アメリカプラスチック協会によって資金を提供されているハーバードリスク分析センターによる以前の報告では危険性を証明するにはまだ根拠が乏しく定量的に証明できていないとされていたヒューズはハーバードリスク分析センターの委員を務めていたが彼は上記の論文の中でその見解は時代遅れのものである。なぜなら2001年から出版されている。 低用量のビスフェノール A に関する多くの論文のうちわずかしか考慮していないからだと述べている。2006年、フォムサールとウェルションスは製造業者の資金提供によって行われた少数の研究が低用量のビスフェノール A の効果を見落としていた原因について詳細な分析を報告した。また、アメリカ政府機関によって開設された委員会による 再調査によると、それらの論文の一つは、実際には、ビスフェノール A についての影響を発見していたにも、かかわらず、この結果を否定する内容になっていた。一部の研究では、陽性対象を使っておらず、他の研究との比較によって、陰性対象が汚染されていた可能性も示された。さらに、エストロゲンに反応しにくい種類のラットを使用した、研究もいくつか存在した。 アメリカ科学工業独性研究所は、フォンサールらによる低用量仮説を慎重に検証し、彼らの実験結果が再現しないと発表した。また、ハーバード大学リスク分析センターや、各国の政府機関、FDA、FSA、ECB などでも低用量仮説を含めた研究結果を集めて詳細に検討し、ビスフェノールへは、人の健康に影響がないと報告ている。 現在では、生態系への影響、胎児や乳幼児への影響がある。厚生労働省は、成人への影響は現時点では確認できないと、しながらも、公衆衛生上の検知から、ビスフェノール A の摂取をできるだけ減らすことが、適当と報道を発表した。また、同日に、一般消費者向けの、ビスフェノール A についての Q&A が公表されている。 2010年10月13日、カナダは動物実験の結果から健康や環境に有害で神経異常や早熟も引き起こすとして有毒物質に指定した最初の国となった。 http://www.sciencedirct.comsciencee-arti-cl-e-slash-pi-i-slash-s0039128x16000581 e 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。